アイテム番号 SCP-23-D。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコルすべての SCP-23-D は、サイト、DE62 サイト、DE7 基準の収容室に収容されます。これは SCP-23-D1 が着用しているものを除きます。SCP-23-D1 は標準的な人型セルに収容され、特別な安全措置を必要としません。説明 SCP-23-D は異常な構造を持つ8組、計16枚のコンタクトレンズです。それぞれの成形可能なレンズの間に6個の螺旋状の小さ模型、3個の内部センサーがあり、この独立した3つのパーツで構成されています。SCP-23-D を着用した場合、自動的に失明以外の非駆使力をできる限り、3秒ディオプターあたりの平均で補正します。この時 SCP-23-D の被験者の視力に適応した異常性が現れます。被験者は SCP-23-D 着用時、自身と周囲の人物の肌に約 0.5mm ほどの小さな雲のように見える黒い蓄積を発見できるようになります。被験者のみがこの蓄積を発見できますが、周囲の人々は雲が発見された箇所に特に異常を感じないこと、また、現在までの研究の結果において、これらの雲は SCP-23-D が錯覚させたものと仮定する根拠がないことが明らかになっています。SCP-23-D の分解実験において、意図的に幻覚を見させるであろう構造は発見されませんでした。発見系 SCP-23-D の最初の一組はウィーンにて、友人から、新しいレンズを受け取った後の若い女性1が運転中の車内でパニックに陥り、受診した病院で、自分を含む周囲すべてに雲がいる、と証言したことがきっかけとなり発見されました。友人である男性はエージェント、シュプレンガーによって追跡、拘束されました。男性は SCP-23-D の開発をしていたと発言しています。男性は、調査プロトコル 23-1-2 を参照、9組目とされる SCP-23-D を着用していますが、SCP-23-D の幻覚作用の原因はわからないと発言しています。幻覚の原因が解明されるまで、男性、ナンバー SCP-23-D1 は放棄されます。SCP-23-D1 には異常性に対する耐性が見られるため SCP-23-D を一時的に着用させていますが、SCP-23-D1 自身は SCP-23-D 着用を拒絶しています。インタビューログ23/1/2000年6月3日。インタビュー担当者クラスニッチ博士、シュタイン博士。対象 SCP-23-D1。インタビュアーシュタイン博士。シュタイン博士おはようございます。SCP-23-D1。SCP-23-D1 どうも。シュタイン博士隊長など気になるところがあればいつでも教えてください。SCP-23-D1 私はいつになったら帰れるんですか？シュタイン博士残念ながら、それはあのコンタクトレンズの幻覚の原因がわかるまではできませんね。SCP-23-D1 私には、あの雲が幻覚なのか現実のものなのか、それはわかりません。しかし。シュタイン博士はい。SCP-23-D1 私にはあれが幻覚だとは思えません。シュタイン博士何を言っているのですか？私にもあなたにも、雲などついてないでしょう？ SCP-23-D1 いえ、雲はいます。あなたには見えないのです。シュタイン博士あなたが言うに、私に雲が見えないのだと？ SCP-23-D1 私はそう思ってます。シュタイン博士あなたのレンズからはどのように雲が見えているんです？レンズが同一のイメージを作成して幻覚のように見せているのではないんですか？ SCP-23-D1 私が開発したのは、保菌者やアレルギー患者への処方として自動的に患者を脳々に適応した細菌などを検出するレンズです。しかし、雲だけを徹底的に検出する機能もそういう計画すらもなかったんです。シュタイン博士落ち着いてください。SCP-23-D1、メンインブラックみたいな組織に交流されたと少々神経質になってまして、それゆえ会話もあまりままならないんです。少し熱くなってしまいました。すみません。
シュタイン博士問題ありません。では、雲というのは視覚的な補正の関係によりレンズで作成される錯覚みたいなものではないのですか？ SCP-23-DE-1、多分雲はいつも我々の近くにいます。そして、おそらくレンズは雲のカモフラージュを破るんです。どういう理屈なのか、私にはわかりませんがね。シュタイン博士しかし、あなたはまだその理論を立証することはできませんし、それよりも、多くの人間が小さな雲数千匹を移動させるための存在であると認めなければなりませんよ。SCP-23-DE-1 我々は知らず知らずのうちに、周囲の細菌数十億匹を生んでいます。そして我々は雲に気づく、これまた知らず知らずのうちにあったのだと。シュタイン博士、あなたは一体何を言っているんでしょうか？ SCP-23-DE-1 以前、ここに交流される前、私は少しばかり人を訪ねて雲を観察しました。あなた、私が何に気づいたか知ってますか？ゆいところが被ってるんですよ。雲のいる場所と正確にね。シュタイン博士、そんなはずがないでしょう。SCP-23-DE-1 本当にあなた、鼻の右のところ、かゆいでしょう？ 10 秒の沈黙。シュタイン博士インタビューを終了。私はこれで失礼します。